胴払い打ちは本手の構えで太刀が胴に打ちかかってくるのを一歩引いて太刀を受け止め打ち落として顔面を攻める技です。受け止めた時両手の間は肩幅、両肘は伸ばします。下や横を見ないで前方をよく見て体をさばきます。打ち落とした時体が前に流れないようにします。胴払い打ち、太刀で胴に切りつけてくるのを右足を一歩引いて太刀を受け止め、さらに打ち落として顔面を攻めます。打ちは刃筋をしっかりと立て、剣線が下がらぬよう胴に切りつけます。死は受け止めるとき両肘を伸ばし、両手の間は肩幅とします。